白地に藍色の手書きが特徴の陶磁器砥部焼。江戸時代からおよそ240年続く伝統工芸品です。その砥部焼がこのほど芸術の都フランスのパリに渡りました。砥部焼240年の歴史で初めてのパリ出展です。2009年の砥部焼ロンドン展から8年、さらなるヨーロッパでの PR や販路拡大、新たな取扱店の確保を目指し、クリスマスの時期にパリで展示会が開かれました。現地の様子はどうだったのか、主催者撮影の映像や写真をもとに、ロンドン展に続き今回の展示会を企画した烏谷美智子さん、出品した窯元の一人西岡隆康さんにお話を伺いました。パリで今回来られたお客様の人たちはほとんどの方が、これはどういうふうに作ったのとか、これは何のために使うのとか、日本での使い方教えてみたいな、かなり質問しながら自分が納得して買われるっていうシーンが多かったので、そのあたりは少し日本とは違うのかなと思いました。さすがそのパリの人たちはやっぱり色ですとか、その全体の雰囲気とかも含めて、そのゴールドのものにまず 手に取って、これってどういうふうに作ってるのっていうことからこう聞き始めて、で従来の白と両方こう比較してみながら、あ、面白いわねっていうコメントがかなりたくさんありました。今回会期がクリスマスと、それから年末年始、まあ、年越しも踏まえてということの、ちょうどそういういい時期に持って行かせていただいたものですから、今回ちょっとまあ特別にと言ったらあれですけども、最近あんまり作ってないんですけども、その、金をあしらったもの、ゴールドをあしらったものと、シルバーをあしらったものを1点ずつ準備させていただいて、で向こうに展示させていただいたんですけれども、意外と向こうの方はそれが好評で、皆さん手に取って見ていただいたりしたから、そういうのはまあイベントとして良かったんじゃないかなと思います。向こうもいわゆる有名な陶磁器のメーカーはありますけれども、それとはまた少し違う趣向で、その日本の焼き物っていうのを見ていただいた、その中で今回いわゆる少し砥部の中での伝統的なもの、それからそれとちょっと、色を使ったりして、少しこう、現代風と言ったらおかしいですけども、最近のデザインのものを持っていったような形にしたんですけど、その中でもこういうのっていうのはいいわねって言ってくれたのは、少しそういう色を使ったりですとか、ちょっとこう今風にアレンジしたものだったりっていうのに興味を示していただいたような気がします。もちろん伝統的なその砥部焼っていうのは従来通りのものを、やっぱすごくやっぱ日本的でいいわねっていうような反応はもちろんありましたので、そういうのと両方持っていったっていうのは比較もできたし、お客様の興味っていうのは引けたんじゃないかなと思います。一番根本にその日本の文化に対する興味っていうのがすごく強いんだなと思ったんです。ですからどういうふうに作ったとか、どういう場面で使うのがいいのかとか、
あどういうふうなもの、じゃあこういうのことをしてもいいのかしらみたいな感じのことまで、要するにこう実際のそういう場面を想定したことまでこう会話の中で知ろうとしてくださるんですね。で興味を持ってくださるので、それに合わせて、まあ、もちろん通訳がいるんですけども、こういう形で日本では使ってます、実際にこういう感じで作ってます、でも実際、パリで使っていただく場合にはこういう形でもいいと思います、こういう感じでもいいと思いますっていうご提案もさせていただきながら、興味を持っていただけたんじゃないかなというのが印象ですね。言葉は全然何にもわからない。僕は全然本当にフランス語は本当にこう挨拶ぐらいしかわからないんで、もうお客さんとの会話は全部一応通訳を通してという形にはしたんですけども、ただ何かこう言ってることっていうのは向こうも聞き取ろうとはしてくださるんですね。だからそんな中で、どれぐらい伝わったかっていうのは分からないですけども、ただその日本文化っていうのに興味を持ってもらった、その中でも今回来ている砥部焼っていうものを通して何かこう日本を知ろうとしてるだとか、そういう意図を組んでくださる部分っていうのもありましたので、非常にそういう意味では好意的だったし、今後につながるような感じの刺激をいただけたと思ってます。会場を訪れたパリの人たちは日本文化への興味が高く、まずは異国の文化を受け入れてみようという積極的な姿勢が感じられたそうです。より日本の文化を感じてもらおうと用意した抹茶や和菓子も意外に美味しかったと好評でした。今回の展示会を終え、烏谷さん、西岡さん、それぞれに確かな手応えを感じているようです。向こうの方が持ってらっしゃる興味だとか、あと日本に対する文化的な興味ですとか、そういうのも踏まえて、じゃ例えば、今後作るにあたって、そういうことを意識したものにちょっとシフトしてみるだとか、今まで作ってきたものも少しもうちょっとこうアレンジを変えてみるとかっていうようなことの、なんていうかな、その発想っていうか、こうそういうのをちょっとこう視点を変えれる、いいきっかけをいただいたと思ってます。今回いろいろ売るだけではなくて、皆さんの方から、お客様の何人かから少しちょっと取り扱ってみたいんですけどというご相談だったりですとか、もう少し紹介したいのでそういった場所をもう提供しますよというようなことのお声をいただいたりですとか、そういう売るだけではなくて、なんか次の展開につながるというシーンがあったので、それは今回ありがたいことだなと思いました。新旧の文化が入り混じる芸術の都パリでの発信を通じて、次の世代につながる砥部焼の未来が感じられたようです。